結構でございますけど、もしお言葉がいただければと思っております。いかがでございましょうか。内容ですので、表示をいただいております。織部研究家の作家久野治様よりいただいております。今日ご欠席ということで、前川春夫が代読をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。政治は無実であることを宣言されました。江戸時代以来、長い間謎の人物として政治も商売もまた織部焼のとの関係もわからない古田織部の研究に入って3年、昭和61年の多治見市文明祭に投稿しました私の創作経典古田織部の古田織部の世界として出版いたしました。この本の中で元栖の山口城主は今から800年前には知事の梶原辰様のご先祖ではなかろうか、また鎌倉時代の武将梶原監督ではなかろうか、そしてその後400年前では古田織部につながります、こう述べた一節に梶原知事は関心を持たれ、研究されました結果、古田織部の改革精神を織部イズムと名付けて岐阜県政の中で取り上げて呼ばれました。それは県知事3期目の時であります。発刊は何といっても平成15年のアメリカ・ニューヨーク市はメトロポリタン美術館での大織部展の開催でありましょう。岐阜県が誇る焼き物の織部焼の存在が世界に広がりを見せていくことになったと思います。この行事の後、平成17年には4期16年にわたった梶原県政は多大な成果を残し、今も三千と輝いております。今の梶原辰様は全国知事会会長時の地名からいくつかの団体に関わりを持ち協力なされました。ここ梶原景徳党検証会では名誉会長として祖先の礼を慰めて来られました。私は古田織部研究を通じて終生にわたってご講義いただいたことに感謝いたしております。ありがとうございました。安らかにお眠りください。挽歌一首を捧げます。高らかに織部出雲を飛ばれたるノイベーション知事の名こそとこしえ。平成29年9月19日、熊本さん、織部研究家、代表。お別れの言葉をまだたくさん本当はいただきたいと思うんですが、時間の都合もあります。ここで、読経を